ラゴスの海戦は、大同盟戦争中の1693年6月27日、トゥールビル伯爵・アンヌイラリオンドコタンタン率いるフランス艦隊が、ジョージ・ルーク率いるエーラン連合艦隊に勝利した戦闘。ルークの艦隊は、スミルナ戦隊を保護していた。1693年春、イングランドとオランダの商船が大戦隊を組織して、スペインと地中海に向かおうとした。 しかし、フランス艦隊や、死略船の脅威があったため、父として出発できなかった。大船隊は船200隻以上で構成され、護衛として、イングランドのジョージ・ルーク提督率いる、戦列艦13隻や、河川、偵察艦などからなる船隊がついた。ルークの護衛船隊は、地中海まで移動して、そこで駐留する予定だった。また、大船隊は、 ブレスト港のフランス艦隊による攻撃を警戒して、同地を通過するまで、ルークの護衛戦隊に加えて、より大規模な英乱連合艦隊による護衛を受けることになった。ただし、英乱連合艦隊は同時に、イングランドを侵攻の脅威から守るという任務も追っていたため、途中で英仏海峡に引き返さなければならなかった。フランスは、前年の損失からは回復したものの、 本土侵攻は諦めて、通商破壊しようとした。フランス王ルイ14世は通商破壊の一環として、最良の指揮官、トゥールビル伯爵を派遣、船体がジブラルタル海峡を通過する前に奇襲しようとした。トゥールビルは5月末までに、戦列艦70隻を集め、これに、河川、倉庫船なども足して、船約100隻を集めて、ポルトガル王国のラゴス湾に駐留した。 5月末、英乱連合の小船隊は、フィリップス・ファン・アルモンで率いるオランダ軍艦24隻と、ヘンリー・キリングルー、サー・ラルフ・デラバル、クラウズリー・ショベルの3人が率いるイングランド軍艦45隻で構成された英乱連合艦隊と共に出航した。6月17日、船隊がウェサン島から約150マイル南西のところに着いたところで、連合艦隊の大半が引き返し、 戦隊はルーク戦隊だけの護衛で南へと進んだ。連合艦隊はフランス艦隊を全く探そうとせず、6月27日までフランス艦隊の所在についての情報も全く受け取っていなかった。その6月27日朝にルーク戦隊と小戦隊はフランス艦隊に捕捉されて海戦となった。ルークは戦闘を回避できなかったが、 風上という有利な位置にいた。彼は商戦に参加するよう命じ、護衛戦隊には戦闘の陣形を取るよう命じた。戦闘は午後8時ごろ、フランスのバンガバレが、ルーク戦隊の後衛に追いついた時から開始した。オランダの64門艦ゼイラントとバペンファン、ベデムブリークは応戦して犠牲となったが、勇猛に戦ったことで、他の艦船が逃走する時間を稼いだ。 ゼーラントラがようやく降伏したとき、トゥールビルは感服して、領館の館長に祝いの言葉を述べ、二人に人間なのか、それとも悪魔なのかと聞いた。ルークも領館の行動を称賛した。翌日、ルークは昇仙54隻を連れて西に向かった。フランスの軍艦4隻が追撃してきたが、それが接近すると、ルークの機関ロイヤルオークが迎撃。 短期間の砲撃戦の後、フランス艦隊は追撃を諦めて撤退した。戦隊はそのままマデーラ諸島に着き、そこで60門艦門区、オランダ艦1隻と商船40から50隻と合流した。その後、船隊は引き返し、途中で他のはぐれ船と合流しつつ7月30日にアイルランドに帰着した。小船隊の半数以上が逃走に成功した。 オランダ戦を中心に、商船約90隻が失われ、うち40隻はフランスに打破された。英乱連合軍にとって、商船を地中海まで送り、地中海に護衛戦隊を中流させるという二つの目的はどちらも失敗した。一方、フランスにとっては3000万リーブルの戦利品を獲得する大勝利となり、シティオブロンドンはこれを27年前のロンドン大化。 以降で最大の財政災難であるとしている。また、トゥールビル伯爵にとっては1年前のバルフルール岬とラオーグの改善の復讐となった。ありがとうございます。